こんばんは、藤江玲奈です。今日午前3時8分ごろ、北海道南西部地方を震源とする地震が発生しました。今後の余震には十分注意してお過ごしください。北海道は競馬の関係者の方も多いですし、サーキットグループでも北海道出身のメンバー、そして私は北海道日本ハムファイターズのファンなので、とても心配しています。私には元気をお届けすることしかできませんが、早く北海道の皆さんが日常に戻れるように祈っていたいと思います。それでは藤江玲奈の私を競馬に連れてって始まります。私を競馬に連れてって。改めましてこんばんは、藤江玲奈です。夏のローカル開催も終了し、今月30日には中山で G1 スプリンターズステークスも行われます。これからだんだんと競馬が盛り上がっていく季節ですよね。競馬場で、そしてこの番組を通して皆さんで秋競馬を堪能していきましょう。さて、競馬は地元千葉県に戻ってきましたが、同じタイミングでこの方の番組に戻ってきてくれました。今週はラジオ日経の競馬実況アナウンサー、山本奈緒さんとお送りします。こんばんは、よろしくお願いします。やったー、帰ってきた山本さん。お待たせしました。お帰りなさい。ありがとうございます。山本さん、はい、これ、はい、番組のスタッフさんからです。ありがとうございます。スタッフからはですね、花束とそれから T シャツをもらいまして、はい、T シャツのブランドがなんとアンドワールドだ。そうなんですよ。山本の部屋のクローゼットがだんだんアンドワール増えてきてるんで、本当に皆さんありがとうございます。もうこの際全部アンドワールに埋めてください。はい、はい、お誕生日プレゼント。はい、誕生日プレゼント。、はい、そうなんですよ。入院してる間に年を一つ取ってきまして29歳になりました。そうですね、はい、あとこちらも、はい、これ私からです。 ありがとうございます。おめでとうございます。お誕生日結構ずっしりとしたプレゼントをいただきました。ありがとうございます。後ほどゆっくり開封式をしたいと思います。はい、開封式。いやー、でも本当良かったです。山本さん帰ってきてくれて。いやー、本当にご心配をおかけしてすみませんでした。いやー、待ってましたよ。はい、もうリスナーの皆さんもちょっと楽しみにしてたと思うので。すみません、はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、もう報告中もですね、聞いてくださってましたか。はい、なかなかすることもないので。木曜日が来るたびにちゃんとライブだったりタイムフリーで聞いてました。あ、嬉しい、はい、ありがとうございます。はい、小塚先輩楽しそうだな。だいぶ聞いてました。はい、そうなんです。小塚アナと大崎アナにもアドバイスをいただいて、はい、たくさん競馬楽しんでました。私も、はい、本当に楽しそうでいいなと思いながら聞いてましたよ。そうで、そのお二人のアドバイスもあって、はい、なんと夏競馬最後の新潟記念も設計することができたんですよ。はい、しかもボックスではなく、なんと勝ったブラストワンピースを軸にして相手4頭に流した馬連と3連服という予想でした。はい、ブラストワンピースの力やっぱ信じてよかったです。いや、強かったですね。すごいですよね。やっぱ三歳馬の力を見せつけられた感じもしましたし、はい、今後の活躍も楽しみだなっていうふうに思いますよね。はい、池添健一騎手はダービーでは悔しい思いをしたので一箇所は勝ちたいということでした。うん、残念ながらね、3連服は的中しませんでしたけれども。そうなんです、はい、でもブラストワンピースのおかげで生まれ1250円を当ててなんとかプラスに振ることができました。夏の最後はしっかりプラスでした。鳥神姫にならなくてよかったですね。はい、はい、本当ですよ。ね、私は秋競馬も頑張っていきましょう。はい、今週は番組の後半で阪神の G2 セントールステークスの予想に挑戦してもらいます。はい、山本さんのせっかくのアドバイス期待します。では山本さん、久しぶりに恒例のあれをお願いしてもよろしいでしょうか。休み明けだからね。まあ、お休みしていた分も含めても思う存分お願いしたいなと思うんですが、はい、リクエストをいただいております。はい、ペンネーム友達さんからいただきました。もし山本アナが戻ってきてくださったら、小塚アナに対抗したパドック解説フル実況をお願いできませんでしょうかといただきました。だいぶ地元の色を出してきた。小塚先輩だったんですけど。そうなんですよ。わかりました。架空の人物も登場しちゃったので。すごいね、素敵な実況をしてくれたんですが、はい、山本さんもどんな実況をしてくださるのでしょうか。はい、準備はいいですか。
わかりました。はい。それでは行きます。今日のファッション実況。お待たせしました。それでは虎ノ門競馬場第1レースのパドックです。第49回私を競馬に連れてって 2000m 出走メンバーは1人です。それでは解説をお願いしましょう。それではパドックの解説は山下さんにお願いしてまいります。よろしくお願いいたします。それではまずトップスから参りましょう。後ろのレースアップノースリーブです。いかがでしょうか。まあ、銀じゃねえのって感じはするんですけど、もうちょっとこう、でもやっぱりいいっすね、ノースリーブですもんね。やっぱこう、もうそろそろね、夏も終わりかなって感じなんですけど、まあいいっすよね、ノースリーブですもんね。続いて、ボトムですが、部分プリーツのツーウェイスカートです。こちらいかがでしょうか。ね、まずね、ボタンがね、いっぱいあるんですよ。でボタンが上からいくつかあるんですけど、3つ目までしか止まってないんで、こう4つ目から下で結構綺麗な足がすげえ見えるんですよ。でも、まあ、超いいと思います。はい。そして、ファンのサンダルを履いていらっしゃいますが、こちらについて。